おはようございます。ただいまの時刻がですね、8時半過ぎです。朝の 朝起きてまだ1時間ちょっとしか経ってないんで、脳がフル回転してない状態なんですけれども、ラジオを撮っていこうかなと思ってます。というわけで、2013年3月26日から2013年7月の5日まで、実況させていただいたキングダムハーツの、実況に関してのラジオをやっていきたいというふうに思っております。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツでございます。キングダムハーツの実況が無事に終わったということで、ラジオの方をさせていただきたいと思います。ここでもですね、FF9 の時と同じように、皆様からいただいた質問と、いろいろなお話をできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、早速、いただいたメールを見てみましょうか。まず一つ目、いきますよ、早速。キングダムハーツで好きなキャラは何ですか？好きなキャラ。好きなキャラか。そうですね、まだ実況してるのがキングダムハーツ、無印だけなので、なんともという感じですが、微妙だな。いやー、キングダムハーツで好きなキャラいるんですけど、他のシリーズに出てるんですよ。なので、ちょっとそのキャラクターの名前言えないんで、まだ。どうしようかな。でも、キングダムハーツ無印で好きなキャラというと、誰になるんだろうな。なんだかんだ言って、ソラは好きですね。憎めない主人公。憎みようがないんだけど。そんな感じですね。すいません、こんなざっくりとした 返答で。 じゃあ続いて、キングダムハーツで好きなステージはどこですか？好きなステージというか、これはワールドですね。好きなワールド。好きなワールドはどこだろうな。特別ここが好きっていうのはなかったですね。特別ここがやべえ、ここ大好きっていうところはキングダムハーツではあったかな。なかった気がすんな。話終わっちゃうな。そもそもワールドが何があったのかをしっかりと思い出せてない自分がいるんですよ。 ちょっと待ってよ。アリスのとこでしょ？ターザンのとこ、オリンポスコロシアム、なんだっけ、ハークのところですね。でっかい、ケルベロスと戦ったところ。あとは、アリエルのところ、ジャック・スケリントンのところ、ピノキオのところ、あとどこだ？ピーターパンのところか。あとどっかあったかな？なんか忘れてる気がする。え？ やべえ、曖昧だ。ん中で好きなワールドでしょ？なんだろう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 ？トラバースタウンとかありますけど、エンド・オブ・ザ・ワールドとか。もうそこら辺はなしとしても、どこだろうな、好きなところ。好きなところ。やべえ、超悩む。考えとけばよかった。ラジオやる前に。どこだろうな。そうですね。面白いなって思ったのは、アリスのワールドがすごい面白いなと思いましたね。原作を見たことがなかったんで、知らなかったんですよ。その薬飲んで小さくなるとか、裁判するとか、本当に知らなくて。で、その、キングダムハーツをやった時に初めて知ったんですよ。もう本当にですね、この、ミツという人間はですね、ネズミの国の、お話、いろんな、ありますよね。それこそアリスとか、白雪姫とか、シンデレラとか、ざっくりとした話しか知らないんですよ。その各作品見たことないんで、全然。なので、本当にキングダムハーツ、実況中にも言ってたと思うんですけど、キングダムハーツで初めて知ったことがほとんどですね。8割、9割はそうです。残りの1割は、本当に、
周りの人との会話で得た情報だけ作品見たことないんで、そうですね、なんだかんだでやっぱアリスのワールドは面白かったですね。ちっちゃ猫とか出てきて、なんだこの猫と思って顔と体がみたいなそういうところはありましたね。だから好きなステージっていうよりは面白かったステージはそこですね。ステージっていうかワールドか。で、一方でこんなのももらいました。キングダムハーツで嫌いな、ワールドはありましたか。嫌いなワールド、もうこれは一つだけですね。あそこアリエルのところですね。アトランティカ操作しにくい本当に操作しにくい、やりにくかったですね。はい、あの他のシリーズではアトランティカその泳ぐ操作があるステージはないので良かったんですけど、まあ、軽くネタバレ軽くネタバレしちゃいますけど、他のシリーズではその泳ぐっていうのは出てこなかったんでいいんですけど、あとはですね一個やりにくいステージはピーターパーのところがすごいやりにくかったですね。空飛ぶのが、できなくてうまく、なので実況中もそんな全然全然空飛んでなかったと思うんですけど、なのでピーターパーのところとアリエルのところは好きじゃないですね。あとはオリンポスコロシアもあんま好きじゃないですね、個人的には。まあこんなディスってもしょうがないんですけどはい、まあそんな感じですね。じゃあ続きましていきましょう。キングダムハーツを実況していて苦労したことはありましたか。苦労したことか、苦労したこと、ですね、実況、まあ今もういろんな作品実況してるんですけど、実況するはいいんですけど編集するのにちょっと時間がかかってしまうっていうところが今一番苦労してますね。はい、一気に撮る人間なんですよ実況を。でそれを貯めておいて、でそっからちまちま編集して、まあ編集するよ、あの必要がなければすぐ完成するんですけど、今ですね、まあ、あのご覧になってくださってる方もいると思うんですけど、デジモンの実況をしてるんですけど、それがですね今、何本だ、 1,2,3,4 5本分溜まってるんですよ5本分あの編集しないでこの今まさに実況を撮ってる、実況じゃないラジオを撮ってるパソコンの中に入ってるんですよそれを編集しないで ほったらかしじゃないんですけど、その残したままにしてあるんですよ。編集してる時間がないんですよ本当に最近忙しくなっちゃって全然編集できないんですよ。はい、なのでその今のデジモンに関しては今のところ、今撮ってるのが9月の中旬なんですけど、2013年の2013年の9月の中旬の時点では今デジモンは、YouTube に上げてるのではパート5まで上げてるんですよ。でそっから5本分、パート10まで、パート10って言えばいいのかな、パート10まで、は今僕のパソコンの中に入ってますだから今編集すればすぐ上げられる状態になってます編集すればね。なのでまだ編集作業が追いついてないっていう状況ですねちょっと話がそれましたけど、その編集するのに時間がかかって、その一本一本上げるのに時間がかかってしまったっていうところが苦労しましたね。まあちょっと FF9 の頃からそれは悩みの種になっていたんですけど、未だ改善されず、はい、ずっと苦労してます本当にね、学習能力がないこの人間本当に学習しないんですよね昔からね。はい、他にもいろいろねやりたいゲームあるのにね、早く編集してデジモンはポンポンポンと上げられればいいなというふうに思ってます。はい、じゃあ続きまして、いきましょうか。好きな実況者さんはいますか。おお、好きな実況者さん、たくさんいますね本当に。まあ今まで上げてきたゲームの実況者さん、例えば FF9 の実況したんですけど、 FF9 を実況されてる人もいっぱい、まあ、見てきて好きな実況者さんいますし、モンハンもそうですね、もう大好きな、実況者さんも何名かいらっしゃいますし、あと何あげたっけ自分の動画なんだから覚えとけよって話なんですけど、
ディシリアは実況見たことないんでちょっと探してないんですけど、そうですね。あとはまあ、そうですね。最近上げたあの Y 君との実況で、まあスポーツのやつとかも実況者さん、その方たちは4人でやってる、4人でやってたんですけど、すごい面白かったですね。うん、大好きな人たちですね。で、あとはマリオは見たことないんで、あんまり実況を、はい、なのであんまりないんですけど、まあそれ以外のゲームでももちろん大好きな人たちたくさんいるんですけど、ですね、ちょっと皆さんに紹介というか、僕の好きな実況者さん一人だけご紹介させていただこうかなと、神々だ、いただこうかなと思います。ぜひですね、皆さんも見てみてください。一応本人の許可もツイッターを通じて許可をもらってますんで、お名前の方を紹介したいと思います。ですね、僕がキングダムハーツの実況を始めて、まあツイッターとかやってる時に、知り合ったんですけど、知り合ったっていうか、いろいろコメントとかもらって、でフォローしてもらって、でそっからいろいろやり取りを何度かさせていただいたものなんですけど、私まあ私なんかがですね、その紹介していいのかなと思いながら、こうツイッターで聞いてみたんですよ。今度金派のラジオやるんで、紹介してもいいですかっていうふうに聞いたところ、あ、もうぜひっていう感じで答えてくださったので、本当にありがとうございます。もう責任を持ってね責任を持ってって言うとあれだけどな、ご紹介させていただきます。ですね、この方はキングダムハーツのまあ、結構先の作品なんですけど、3D任天堂 3DS でソフトが出てるんですけど、そのドリームドロップディスタンスっていうソフトがあるんですね。キングダムハーツドリームドロップディスタンス、空と陸が主人公、まあ空はもちろんそうなんですけど、陸も操って2人を使ってどんどんステージっていうかワールドを進めていくキングダムハーツのシリーズ、今のところ出てるシリーズでは最新作といえばいいのかな。おそらくソフト的にはもう一個PS3 で出てるんですけど、それリメイクなんで最新作ではないのかな。最新作わかんねえやその理論がわかんねえやまあいいや。で一番その最近の作品って言えばいいのかな、そのキングダムハーツのストーリー上では一番進んでる作品では、そのドリームドロップディスタンスっていうのが一番新しいんですけど、その実況を、してる方なんですけど、女性の実況者さんで、チーボーさんっていう人がいるんですけど、これがですね、ひらがなで書いてあったり、英語では、愛がすごいいっぱい書いてあるんですよね。これ何個だ確か5、6個あった気がするんですよね。確か5だった気がします。はい。ごめんなさい、チューボさん。紹介させていただきますとか言いつつ、名前間違えたらごめんなさい。で、そうですね、その、3DS を実況してるんですけど、そうですね、まず、いいなと思ったのが、まあ、もちろん僕もパート1を見させていただいて、そこからすごい気に入って、お気に入りに登録させてもらったんですけど、チャンネル登録ですね、YouTube の、させていただいたんですけど、まず、そうですね、すっごい声がなんか本人聞いてたら恥ずかしいんですけどめっちゃ可愛いんですよ本当に皆さん聞いてみてください。めっちゃ可愛いですよ、本当に。はいで、そうですね、まずその声で惚れましたね。すごい可愛らしい実況者さんだなと思って見てました。で、そうですね、見ててなんていうか可愛らしくゲームするなっていう風に思いながら僕は見てますね。はい、今この時点では確か17本ぐらいそのキングダムハーツの実況上げてたかと思うんですけど、日本語が喋れなくなってきたよやばいなですけど、本当にそうですね、可愛らしい実況だと思ってます、僕は。これからも応援してます。はい。
ただそうですね、なんていうか僕よりもお忙しいのか、なかなかね、こう本当はいろんなコミュニケーションを取りたいなと思ってるんですけど、いかんせん僕も忙しくてですねなかなか動画にコメントとか書けなかったんで大変申し訳ないことをしてしまってるんですが、でそうですね、キングダムハーツの最終回のスタッフロールのところでコメントをいただいてるっていう話をしてたかと思うんですけど、そのコメントをよくしてくださっていたのがチーボーさんなんですよ。うん、なのですごく嬉しかったですね。はい、本当にこの場をお借りして、ありがとうございましたなんだこれ別に後でツイッターでコメントすればいいじゃねえかって思うんですけどね本当に、励みになりました。ありがとうございます。これからもこんな僕ですが、よろしくお願いしますうん、本当に嬉しかったんですよ。はい、そうですね、まあぜひ皆さん見てみてください。本当に一発で惚れますよ、マジで本当にもう多分チーボーさんの実況見たら俺の実況見なくていいやってなっちゃうかもしれないですねなんだよ、三つの実況より全然いいじゃねえかってなるかもしれないですねはい、これからもチーボーさん応援してますんで、ぜひお互いに頑張っていきましょう。はい、まあ、以上、その好きな実況者さんについては、僕はそのチーボーさんをおすすめしたいと思います。はい、以上ですじゃあ、続いて、いただいたメールを見ていきましょう。他のシリーズはやらないのっていうのが出てきました。他のシリーズ、キングダムハーツですね、実況中にも最終回か最終回の時にも、ちょろっと話をしたんですが、たくさんシリーズが出てます。僕が実況させていただいたキングダムハーツで、そのキングダムハーツ、まあ、無印の次に出ているのが、作品名も全部言っちゃうか、キングダムハーツチェインオブメモリーズっていうのが、ゲームボーイアドバンスで出ました。この時ですね、僕ゲームボーイアドバンス手元になくてですね、友達に本体と一緒に借りてありましたねもう何年前だあれ、10年ぐらい前じゃないですか。そんな前じゃないか、なんでもそんぐらい前だよな確か。うん、懐かしいな。はい、まだガキンチョでしたね。うん、でそうですね、そのキングダムハーツチェインオブメモリーズっていう作品の続編としてキングダムハーツ2っていうのが出てきました。はい、周りの友達はそのチェインオブメモリーズっていうその1と2の間の作品を知らなくて、いきなり2を買ってわけがわからないって言ってましたね。そりゃそうだよね別に1から2に繋がってないんですよ。チェインオブメモリーズをやんないと2がわかんないんですよもうね、机にふざけんなって感じですよねやりやがったなっていう感じですよね。うん、でそのキングダムハーツ2の後にキングダムハーツこれちょっとタイトルが長いんですけど、ですね、3-5-8-over-2 まあ、デイズってやつなんですけど、なかなかね、言いにくいんですよ。覚えられないんですよ、タイトルが。まあ、表記としては2分の358だったかな。はい。ちょっと変なタイトルなんですけど、よくデイズデイズっていう風に、訳されることが多いんですけど、これはやった方がいいですよ。本当に。いい作品です。感動します。感動っていうか、泣きますね。はい。僕は、ラスボスじゃないな。最後の方のボスを倒した時に、すごい感動っていうか、泣きそうになりましたね。はい。おそらくやったことある方は、泣いたことがあるんじゃないかなと思います。はい。で、その後に出たのが、どっちが先だっけ？キングダムハーツのゲームで、携帯電話でアプリとして出たゲームがあるんですよ。で、それを DS にリメイクしたのが出たんだけど、そっちが後だっけ？あ、後だ。ごめんなさい。まあいいや、先に そっち紹介しよう。リコーデッドっていうのが出たんですよ。その、携帯電話のアプリとして出たのが、キングダムハーツコーテッドっていうのが出たんですよ。で、それをリメイクしたので、リコーデッドっていうのが出たんですけど、はい。それは、DS で出てました。はい。
で、そのリコーデットの前に、ごめんなさい、PSP で、キングダムハーツ、バースバイスリープっていうのが出たんですけど、そのバースバイスリープってやつは、キングダムハーツ無印の、前のお話なんですね。まだ空とか陸とか帰りとかが出てくる前のお話なんですよ。はい。あざといですね。ちょっとせこいですね。そうやって、どんどん外伝を出してって。ね。本当に。デイズ、バースバイスリープ、コーテッドっていうのは、なんか外伝として捉えるみたいな感じみたいなんですよ。はい。なのでちょっとそれもやんないと、その続編のそのキングダムハーツ2の続きがわからないっていう状態になっちゃうんですよ。だからそのキングダムハーツっていうのはいろんな伏線があるよっていうのを最終回のスタッフロールでしたかと思うんですけど、そういうことです。いやらしいですね。うん。今からキングダムハーツを始めようという方、頑張って買いましょう。もしくはお友達に借りましょう。はい。で、そうですね。で、最終的に、さっきあの厨房さんのお話の時にも出てきたキングダムハーツ、ドリームドロップディスタンスっていうのがあって、それが、時間軸的には最新ですね。キングダムハーツ2の続編ですね。うん。空と陸を使って、進んでいくシリーズですね。はい。で、今のところ僕は全シリーズやってますね。ちょっと細かい話をしてしまうとですね、FF やったことある方ならわかると思うんですけど、キングダムハーツの外国バージョン、外国語バージョンって言えばいいのかな、海外バージョン、ファイナルミックスっていうのがあるんですけど、それが、出てるんですよ。キングダムハーツ無印のファイナルミックス、キングダムハーツ2のファイナルミックス、キングダムハーツバースバイスリープの、ファイナルミックス。だけですよね、確か。で、僕キングダムハーツのファイナルミックスだけやったことないんですよ、まだ。はい。それ以外は全シリーズやってますね。チェーンオブメモリーズもやった。で、チェーンオブメモリーズもリメイクしてるんですけど、それもやりましたね。で、キングダムハーツ2もやりましたし、ファイナルミックスもやりました。で、デイズもやりました。バースバイスリープもやりました。コーテッドもやりました。あ、そうか、携帯のアプリはやってないですね。リコーデットもやりました。で、3D、ドリームドロップディスタンスもやりました。それぐらいだよな、キングダムハーツって。うん。あ、うるさいな。あれやってない。今、パソコンでできるやつ、キングダムハーツ、キーっていうのかな？はい。知り合いはやってるんですけど、僕はまだやってないですね。はい。やんなくていいかなって思っちゃって、やってないですね。まだそれやってないですね。なのでやってないシリーズは、そのファイナルミックス、ムチルチのファイナルミックスと、そのパソコンのやつ、キングダムハーツキーっていうのはやってないです。それ以外はとりあえず全部やりました。はい。やってるはず。やってなかったらごめんなさい。で、他のシリーズを実況どうするかっていう話なんですけど、今のところそのやりたいと思ってるんですけど、やれるものが限られてるんですよね。僕のその収録機器では DS ができないんですよ。うん。ちぼさんに聞こうかな。ちぼさんはおそらくビデオカメラじゃない、デジカメでやってんのかな。ちょっとわかんないんですけど、教えてください。ここで頼むね。うん、そう、デジカメでやろうかなと思ったんですけど、僕のデジカメですね、SD カードが何ギガ、1ギガ、2ギガぐらいしかないんで、2、3分しか撮れないんですよ。頑張っても。その、写真も入ってるんで、2、3分しか撮れないんで、はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございますって、前回のあらすじをしただけで終わっちゃうんですよ、きっと。やべえ、もうデジカメ終わっちゃった、みたいな感じで。もう一回 SD にデータ入れて、で、もう一回そのデータ消して、また2、3分撮るっていう、なんともめんどくさい。だから最悪、ボスと戦ってる時に切れるっていう可能性が出てきてしまうんで、うん。あとですね、個人的にはビデオカメラじゃない、デジカメで撮ってしまうと画質が荒くなるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。特に僕のデジカメ古いんで、何バイトだっけな、バイト画素、何画素だっけな、忘れちゃった。1000万画素あったかな。多分今のスマホよりしょぼいですよ。確か5、6年前に買ったデジカメなんで、うん、結構古いんですけど。そうなので、
DS が取れないんで、その時点で Days とリコーデッドと、3D が取れないんですよ。うん。ドリームドロップディスタンスが取れないんで、ちょっとどうしようかなって今思ってます。取れるものだけ全部取っちゃおう、取っちゃいたいなとは思うんですけどね。デイズに限っては、PS3 でごめんなさい。リメイクが出てるんですよ。リメイクっていうか、なんだ、映像作品として出てるんで、それを垂れ流しにしてもいいんですけど、多分、引っかかります。いろんなものに引っかかっちゃうんで、ダメですよね。ちょっと、面白くない実況になっちゃうんで、それはちょっとやめようかなというふうに思ってるんですけど、そうですね。次、やるとしたら、チェーンオブメモリーズですね。それをやろうかなというふうに考えてます。これはですね、リメイクで、PS3 で出てる、2だ、PS2 で出てるんで、それをやってもいいかなというふうには思ってます。ただ、いつになるかがわからないです。本当に。ええ。本当にやりたいゲームいっぱいあるんですよ。はい。ねえ。デジモンも早く終わりにしなきゃいけないのにね。それ以前にモンハン早く終わらせろって話ですよね。もう1年以上経ってんのに、まだ未だに完結してないシリーズですよ。すいません、もうちょっと待ってください。集会所の上位クエストがなかなか終わんないんですよ。すいません。はいはい。まあ、次いただいてるメールが、これからの実況どうするんですかっていう話が来てたので、もうまとめてお話をしてしまうとですね、これからはですね、まずはデジモンの実況を進めていきたいというふうに思ってます。まあちょいちょい、Y 君との実況もやっていきたいなというふうに思ってるんですけど、そうですね。あとはそのモンハンですね、サードが未だに終わってないっていうね。まだ19本あげてそのまんまになってしまってるんで、もう半年以上ぶりぐらいじゃないかな、全然やってないですね。もちろん先には進めてるんですけど、未だ実況できる環境にないっていう、まだまだ装備集めなきゃいけないんで。で、ですね、そのモンハンサードもですね、なかなか進められないんじゃないかなっていう、なぜかというとですね、モンハン4を買ってしまってですね、今それにめちゃめちゃハマっててですね、その今の9月中旬現在。はい。めっちゃ面白い。皆さんもぜひやってみてください。本当に面白いです。面白いですね。で、そうですね、これから、これからやってみたいことっていうのも来てたんで、そうですね。特にこんなメールもいただいてたんですよ。これから実況するにあたって、やってみたいこと、チャレンジしてみたいことはありますかっていうのも来てたんで、チャレンジしたいこと、やってみたいこと、そのやってみたい、そのゲームとかではなくて、実況をする中で、何をしたいかっていうことですよね。ゲームいろんな実況を上げていく中で、ちょっとこれやってみたいなっていうのが、実況者さん、他の実況者さん、ちょっと Y 君は、僕が無理やり誘って、無理やりでもないですけど、誘ってやってるだけなんで、あれなんですけど、他の実況を上げてる方と、一緒にコラボして実況してみたいなっていうのが、個人的には今やりたいことですね。はい。他の実況者さんの動画見てると、そういう方いっぱいいるんですよ。で、ああ、いいな、面白そうだなって思いながら、こう、一人、寂しくパソコンの前で、こう、実況見てるんですけど。そう、だから、他の実況者さんとちょっとコラボしてみたいなっていうのがあるんですけど、未だに他の実況者さんとなかなかお知り合いになれないっていうね。この悲しさ。悲しさ。いや、何名かいらっしゃるんですけど。はい。こんな僕でよければ、一緒にコラボしませんかっていうのがあったら、誘ってください。そうですね。ただどうやってそのコラボするのに取ればいいのか、僕の家に招き入れればいいんですかね。プライバシーもクソもないですね。最悪それでもいいかなと思ってるんですけど、それかやっぱスカイプ通じてやるのもありなのかなというふうに僕は思ってます。そのスカイプを通じて取る方法がわかんないんですけどね。あとはそのリスナーさん、リスナーっていうか僕の実況を見てくれてる人と一緒にこうゲームをしてるのを実況したいなっていうふうに思ってます。例えばWi-Fi 通じてそのマリオカートとか皆さんやってるじゃないですか、いろんな実況者さん、それやってもいいかなとか思ったりしてます。
ね、本当は 3DS がそのちゃんと出力できれば僕もモンハンとか実況したかったんですけどね。それこそあのキングダムハーツとかね実況したかったんですけど、うん、いやーやりたいなやりたいこといっぱいありますね。うん、でそうですね、いただいたメールの中に、今後やりたいゲームの作品を教えてくださいっていうのがあったんですけど、まあたくさんあるんで、まあお楽しみっていう形でお願いします。はい、あのあれもいいなこれもいいなっていうのがあるんですけど、ここで名前を挙げてもいいんですけど、ただそれを挙げてしまうと、なんていうかそれをやらなきゃいけないっていう使命感に僕が駆られてしまうんですよ。なのでまあそういった状況では実況したくないなと思ってるんで、まあ気楽にあの気ままにのんびりとやっていきたいなっていうふうに思ってます。なのでそうですね、このラジオもいつ編集してあげられることやらいつ上がってんだろうな、下手したら12月とかいやそれはないですけど、すぐあの編集こっちは優先してあげたいと思います。ね、他の実況者さんも関わってるものなので、早めに実況をこのラジオをですね上げていきたいというふうに思ってます。はい、以上ですね、ほとんどキングダムハーツの話ができていたかどうかは微妙ですけれども、ラジオの方を終わりにしたいと思います。はい、まあこんな朝早くからね、もう今30分ぐらい喋ってるんですか、もう全然ね、あの頭が回転してないんですよ、眠いんですよ本当にこうやってね無理やり時間を作るしかないっていうね、本当に忙しい忙しい忙しいっていうこの自慢も嫌なんですよねはい、いかがだったでしょうか。だいたい30分ちょい、お話をさせていただいたんですけれども、他にですね何か僕の方に質問等あれば、メール、ツイッター、動画へのコメント何でもいいです。よろしくお願いします。次のラジオがいつになるのか、さっぱり持って分かりませんけれども、よろしくお願いします。早くデジモンモンハンの実況のシリーズを終わらせたいなと思います。はい、まあ、特にデジモンに関してはですね、まだまだ半分もいってないんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。あまりこう手を広げずにね、実況していきたいんですけれどもね、まあ気ままにやっていくんで、皆さん温かい目で見守っていただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。ツイッターとブログ相変わらずやっておりますので、ぜひあの覗いてみていってください。最後にですね、このラジオの中でご紹介させていただきましたちーぼーさん、本当に、ありがとうございました。許可の方をいただきまして、ありがとうございました。ぜひですねこのラジオを聞いてくださったら、またそうですね、いい言葉が見つかりませんけれども、お互いですね実況頑張っていきましょう。僕もキングダムハーツシリーズの実況やりたいと思ってますので、ぜひですねよろしくお願いしますまあこんな僕ですけれども、まあ、他の今聞いてくださってる皆さんも、今後ですね、いろんな実況を上げていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。そして、ぜひですね、あの俺も私も実況してるよという人がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。一緒になんか撮れたらいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。では、次回の実況で、お会いいたしましょう。バイバーイ。